続き触れ合いの丘駅は神奈川県横浜市鈴木九屑ヶ谷にある横浜市営地下鉄グリーンラインの駅である。駅番号は G03。ステーションカラーは町としての成熟度が高いことから優雅さ、高級感をイメージして紫。港北ニュータウンの南端に位置し、駅周辺は近隣商業地域、第一主中高層住居専用地域、 第2支中高層住居専用地域、第1市低層住居専用地域からなり、花見山遺跡や富士塚の川は富士、池部富士が存在している。駅のデザインテーマは、安らぎの広場で明るく清潔な印象を提供することを目標として、掲げ、街並みや駅前広場の賑わいを駅に取り込むことで地域に開かれた施設計画としている。 また軽快な屋根と見通しのいいガラスのファサードを用いて、駅構内と広場に一体感が与えられている。屋根にはソーラーパネルが設置されており、環境負荷の低減にも寄与している。同盟施設の最寄り駅から取られた。なお、仮称は、くずが谷駅であったが、設置場所が、くずが谷と鉱山の二丁にまたがることと、触れ合いの丘が、 駅周辺地域の愛称として定着していたため、地域住民の意見を参考にしてこの駅名で開業することになった。島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札は地上にある。2019年度の1日平均乗降人員は22,282人であり、グリーンラインの駅の駅としては10駅中6番目に多く、同線の単独駅としては北山田駅に次ぐ。 開業以来の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。駅前にバスターミナルが整備され、以下の路線が乗り入れている。停留所名は、続き触れ合いの丘駅である。306系統は日中のみターミナルに乗り入れるので、それ以外の時間は、工術する大丸停留所を利用することとなる。この他、当駅から北へ徒歩3分の場所に、 大丸停留所があり、以下の路線が乗り入れている。ありがとうございます。